皆さん、こんにちは。今日もフィリピンパラワント、ペルト・プリンセサからお送りしています。今日はね、自宅のこのクボ、アズマヤからお送りしています。さっきまでね、曇ってたんだけど、やっぱり今日もドピー感でいい天気で34度記録してます。これ収録してるのが2024年4月の2、あれ ?1 日ですね。はい。えっ、ー、と、今日もいただいてるね、メールをちょっとご紹介していきます。 えっとこれか「まこさんこんにちは初めてメールを送らせていただきますセブに一人で住んでおります67歳のじじいです、はい」去年まで一緒に住んでいたフィリピン人の彼女がいたのですが金のことで揉め別れてしまいました金のことでというのは彼女の実家への援助のことですフィリピンではありがちですよね、はい 今はコンドミニアムに住んでいるのですが、約半年を一人で暮らしてみて、暇でなりません。彼女と別れる前は煩わしさでいっぱいになっていました。一人になってしまえばどれほど自由に生成するのかと思っていたのですけれども、いざ一人になってしまうと、あの煩わしさが懐かしいような気もします。時間がありすぎるのでしょうか 私のコンドミニアムにはプールもジムもあります。彼女がいた頃は一人でプールやジムなどにも行っていたのです。彼女はジムにも興味がなくプールは日焼けするので嫌だと言っていたのでいつも一人で行っておりました。しかし彼女と別れて一人になるとプールにもジムにも行く気がしません。別に彼女と別れて寂しいわけでもないのです。そんな風にして ただ無駄に時間だけが流れていっています。このまま何もすることもなく、暇を持て余しながら朽ち果てていくのかと思うと、そろそろフィリピンを引き払って日本に帰ろうかとも考えてしまいます。映画などを見ていても集中することもなかなか難しい最近です。マコツさんのいるパラワン島で一人でお住まいの方はどうやって過ごしているのでしょうか 有意義に時間を使っておられるのでしょうか日本人の仲間と楽しく過ごしておられるのでしょうかセブには日本人がたくさん住んでおりますがなぜか仲間と呼べるような人が周りにはおりません週に一度でもいいので日本人仲間と集まって楽しい時間を過ごせたらどれだけいいのかと考えてしまいます 今住んでいるコンドミニアムは買った時よりもいい値段で売れるので、もしパラワン島に行ってみて、マコトさんたちのお仲間に入れるようでしたら、セブを引き上げてパラワン島に移り住もうかなどとも考えてしまいます。うん、やはりフィリピンで楽しく生活するというためには、フィリピーナのパートナーがいて過ごすというのが基本なのでしょうか いい年をしてつまらない質問をしてしまいすみません。ツさんどうお考えでしょうか <laughs> うん。セブで、だいぶ長いこと住んでるのかな。買った時よりね、コンドミニアも高くなってる。なんだ五5、6年、もっとかな、10年ぐらいいるんですかね。うん。彼女といて煩わしいけど別れちゃったら、結局寂しいんですよね。 なんとなくわかるな。んとくかる今僕がここで生活しててもやらなななきゃいけないけがかなりたくさんんあるんです、ね、もう朝5時に起こされるそのパオの散歩から始まっていろいろこうルーティンでやんなきゃいけないことがあってでもちろんね仕事もあるしだから自由な時間ってどういう時かというとたまにこう日本に行きますよね。そうすると、 朝起きて、まあ、パオに起こされるわけないんでね、日本に行ってて、用事がある時間までは全く自由なんですよ、起きてからで。それがね、そんなの1週間も10日も続くわけではないんで、その自由さ、気楽さっていうのを、もう最初の2、3日はなんかいいなって、何やってもいいなと思うんだけれども、でもその煩わしさが恋しくなりますね。やっぱりこう、まあ、パオだから、 特別かなパウダとか、あと、うちのことね、マリアとのどうのこうのだとか、そういうのが、うん、その、言い方悪いけど、煩わしいって言えば煩わしいことですよ。やんなきゃいけないこと、毎日やんなきゃいけないことっていうのがあるんで、ただ、そういうのがあるから、自分の時間、自由な時間っていうのが特別な時間に感じるっていうのかな。だから、朝起きてから寝るまでずっと何かをやんなきゃいけないっていうことがないと、 そう,いう,うになっちゃうんじゃないですかね。ただね、あのプールもジムもある。行って楽しめばいいと思うし、そういう何もやらないでも、例えばね、コンドミニアムのベランダに出て、海なり山なり見えるでしょうから、それを見て、幸せを感じられるかどうかってことじゃないかな。心持ち次第だと思いますよ。僕はね、今マリア農園に行って、あそこの久保で、 鳥の声とか聞きがないここでもそうですけど鳥の声聞いて花見てたりあのヤシの木見てたりしてああってその時間がね特別な時間で僕楽しいんですけれどもそれを楽しいと思わない人は何にもないところで花が咲いてる、ね、ヤシの木どこ行ったってフィリピンがあるんでねヤシの木ヤシの木だなって終わりだからその時の心持ちじゃないかな。 その一緒にねいるパートナーが一緒に過ごすパートナーがいないとしても何もしなくてもね幸せを感じ,るって感じてられてる人はいると思うしうんなんかな難しいですよね人それぞれなんで例えば何もない何もすることがないその時にね一人で寝っ転がって本読んでてその読書が。 私服の時間だっていう人もいるだろうし、ビーチに行ってね、あの、ヤシの木陰で寝転がってるって波の音聞いて、それがあるからフィリピンだよっていう人もいるし、僕の場合いろんなところで楽しんでますよね。ここでも花見で楽しむ、マリアノー行っても楽しむ、寺子へ行っても楽しむ、ビーチ行っても楽しむ。すべて楽しいって思ってそこの時間を過ごせれば、これ特別な時間なんですよね。 日本にいた時には絶対にできなかったことありえなかった状況っていう中で楽しい僕の場合ね楽しいんですよだから心持ちかなうんでパラバンで一人でいる人まあいろいろですあの彼女を探してる人もいるし毎日ね動き回って楽しんでる人もいるしうんだから <laughs> どこに行ってもこれ同じだと思いますけど、ただ、ここではね、あのー、日本人の仲間はね、確かにたくさんいます。集まってね、なんかワイワイやったり、海行ったりってしてますけれども、うん、まあでも、コンドミニアム売る前に一回来てみればいいんじゃないですかね。ホテルに一週間でも泊まってみてるとか、アパート借りてね、一ヶ月、ホテルじゃないな、アパート借りて一ヶ月、二ヶ月、どうせセブンにいてやることないんだったら、 こっち来てててヶヶ月2ヶ月アパートで過ごしてみればいいいいんんじゃないなんて僕は思いますけどね。フィリピンで楽しく生活するというのはフィリピン人のパートナーがいて過ごすというのが基本基本ってことはないですけどその方が楽しいんじゃないかなって僕は思いますねやっぱりうちにいてもいろいろ話ができるじゃないですかあの楽しい時間を共有する人がいると その楽しみは倍以上になりますからね。同じ映画を見てても1人で見るよりも2人で見せた方が感じ方が違ったりしてそういう意味でねやっぱりパートナーっていると僕は楽しいです。はいうん、まあでも彼女を見つければいいんじゃないですかセブでもねパラワンでも。 今、声かけるっていうのできなかったら、あの、出会い系サイトとかいろいろあるでしょうし、まあ、あんまりね、変なのに引っかかんないようにして、いいんじゃないですかね。まあ、その過ごし方っていうのはいろいろで、うん。なんだろうな、僕がそのね、例えばこう、花見つたり、ココナッツ見上げてたりしてて、ああ、幸せだなとこの時間がいいなと思うのは、 何もしてないわけですよ、その瞬間っていうのは。ぼーっとね、木を見上げてるとか。だから、ただ生きてる幸せっていうのかな。それを感じてる。ここで生きてる幸せっていうのを感じてるってことですね。はい。えー、っとね、あとね、もう一つ、メールをいただいてて、えー、っとね、小峰さんって方なんだけど、植物がね、好きっていう方、今ここにも映ってますけど、 モンステラをね、日本でも持ってるっていう方で、このね、前動画に映ってたってこのモンステラっていうやつなんですけど、こういう、こっち奥にもこの緑のがありますけど、フィリピンでは、えっ、ー、とね、プラントショップで売ってることもあるし、こういうの栽培してね、販売してるところもあるんですけど、で、値段ですね、ただこういうグリーンのやつだと、これはもうかなりでっかいですから、 七八百ペソかな普通ね、小さいんだったら五百ペソぐらいです。グリーンのだけ。で、モンセラでこういう白とかこういう色が入ってるのは、小さいやつでね、二千五百ペソぐらい。で、このぐらい育ってくると三千とか三千五百ペソぐらいで買うことができると思います。プエルトプリンセサで。で、あ、どこら辺で。僕はね、プエルトプリンセサのちょっとね、北の方、ロビンソンよりちょっと北のあたりに住んでますけど、まあ近くにもね、こういうプラントを 売っているところなんか、まず、あ、植物売ってるところがあってね。おろしみたいにしてるところかな。そんなところでマリア買って、で育てて、一時は売ってたんですけどね。結構高いですよね。こんなんで3000ペソっていくらよ。7500円。8千近いの高いですよね。よく買いますよね、フィリピン人ね。うん。まあね、お金ある人はどこにもいるんだよね。 モンステラの今日はねこんな感じで2件のメール一応2件のメールにお答えしました今日この辺で失礼します